決めたい決めたい決めたいですもん、ね、そろそろ決めたいです前回初ロケに挑んだ新メンバーのハイスピ林、事前にリサーチしてきた酒造は定休日のために NG。 さらにごめんなさいダメでした。さらにさらにフォロワーさんに聞いた超高カロリーのポテトも。このポテトで勝負したかった。無理ツイッターとかも新しいのは来てないです。やばい、こんなに決まらないことありますか。うわーどうしよう、気になる中華足部協会。中華足部ってなんだろう、ちょっと気になるかな。行ってみましょう。また空いてなかったらどうしよう。ここ民家っぽい。でもえ、民家じゃない民家民家じゃないこれ。できます。ピンポンが壊れてるこんにちは。ここの足つぼって行ったことありますか。あ、ないですよね。でもずっと昔からありますけど、お客さんが入ってるの確かに見たことないです、うん、それ余計気になる入ったら私も気になる気になりますよね諦めきれない林。あ、どうぞお入りくださいって書いてる。こんにちは。今日やってないのかな。ペース私大丈夫ですか。遅い遅い。皆さんってどのぐらいかかってたんですか。河野君はちなみに1日目12時間ロケやってるから大丈夫。いやそれ本当びっくりしました。私夜までかな、なるかなとかちょっと不安になりながら来ましたもんこれはもう本当に店を探す段階から自信がないおお、なんかいるなんかいる、なんかいましたね。店主かな。店先に何やら怪しい像を発見した林。すごい。早速ちゃんこ、ちゃんこ、いかにもちゃんこのお店って感じ。行けますようにお願いします。すみません。わあどうしよう、これ本当に12時間コースかなやべえな、やばいやばい。敵はきっと見つかってますよ。ロケ開始からすでに8時間以上、次第に林の表情から笑顔が消えていく。厳しいですね改めてと、その時あ、なんかでもすごい、何これ、すごいグローバル、アジアなグローバル。インドネシア、インド、中国、タイ、どれか一つに絞らなかったんですかね。ちょっとメニュー見てこよう。なんかいろんな料理ある。もうごちゃ混ぜです。
チキンもあって、カレーとかピザとかもあって。何やってるの？あ、今ね、何やってるの？今、やばい店探してるの。やばい店？ここやばい？やばいよ。やばい。やばい。もうね、めっちゃいろいろな料理が食べれる。いや、思った。メニュー今見たんだよ。イスラム人がこの上にいる。イスラム人イスラム教がお祈りをするところで、はいはいはい、その下にご飯とか、うん、上はお祈りするところなんだ。そうそうそう。今日は断食っていう、うん、1年に1回、断食をする時期で、その月は夕方起きてから食べれるんですけど、食べれる時間になったらもう誰にでもご馳走する期間なんです。ただだよ、ただ。ただだよ。それはすごい。私たちですか？私、たてです。あ、お客さん。よかったら、皆さんと一緒にこのままやらせてもらってもいいですか？全然いいよ。いいですか？本当に？よっしゃー！今日やばいよ。アイラさん、ずっとテレビに出たかったのよ。やっだね。鏡。スタジオってどんな感じなの？スタジオまだ行ったことないんだ。カメラいっぱいあるよ。好きな番組とかある？あるよ。何？世界丸見え。あるよ。ありがとうございます。いいですよ、入って。こんにちは。こんにちは。すごい。みんな。ねえ、僕。あ、いるよ、いるよ。丸見えの隣が。豊田市駅から徒歩でたったの5分、イスラム料理と文化が身近に感じられるお店サリラヤ。ロケ開始からおよそ9時間、今度こそ決められるか。やばいやつあるよ。何がやばい？一番これ、これすっげー辛い。辛いやつか。これ辛くない？サンバルは辛いっていう。サンバルはこのナンバーがここ、この番号。オッケー。追いかけっこしたもんね。今カット？よいしょ。今この時間カット？はい、固まった。ないか。おかわり。辛いの来ました。辛ラーメン。あ、そう。美味しそう。これ辛い。見たら辛い。これ辛い。あ、それが辛いんだ。いや、これ無理。あ、でも見ちゃうね。唐辛子、ニンニクなどが入ったインドネシアの辛い調味料。サンバルたっぷりの真っ赤なスープ。そのスープとよく絡み合う細麺。日本人が大好きなラーメンをインドネシア風にアレンジしたお店のオリジナルメニュー。林、その辛さに耐えられるか。頑張れ。頑張れ。あ、もう辛い。オッケー、終わったね。でも美味しい美味しい。私の好きな辛さかもしれない。唐辛子がもう何だろう、ツーンってよりもジュワーって毛穴という毛穴からくる感じ。食リポうま。頑張れ。あ、俺辛いの好きなんだけどね。いやい。お。歓迎と。バカ飽きてない。いいよ。あ、俺やる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 俺。次見っちゃおうよ。わー、口から炎出る。うわー。かわいい。あ、ちょっとやってみて。さらに。美味しく飲める。なんだ。めっちゃ辛いの見つけた。どれ？バージョン、バージョンか。これ？あ、そう。あ、これ4個だ。4つだ。これ3個だの。潰した鶏肉。アイアン。アム。ゲッパ、ゲップレックス。はい、すごい。すごい辛い。4辛、4辛。お店で一番辛いインドネシア料理のアヤムゲプレックこと潰した鶏肉。サンバルソースとフライドチキンを潰し、唐辛子を染み込ませた衣は激辛。潰した鶏肉来ました。匂いがやばい。ありがとうございます。匂いがやばい。だってこれ一回も食べたことない。あ、辛そうな匂い。あ、これめっちゃ辛いよ。あれ何？これ絶対泣くよ。本当に？そんなに？泣く。あ、めっちゃ泣くよ。涙出るよ。涙出る。いただきます。これ飲んだ。お水が。
チョコレートだよ。チョコレートだよ。チョコレートだと思って。チョコレート。チョコレート。美味しいでしょ、チョコレート。チョコレート美味しい。チョコレート。ね、ね、辛いでしょ。ね、辛いチョコレートでしょ。辛い、なんかもう謎の。涙出てきてないまだ。インドネシア人の涙出るよ。熱くて辛さが戻ってくる。もうお祈りするよ。いや、ガタス。なんて形よ、カメラジュが。うん。ガタス。また、クワッやったら来てね。わかった。すぐ。イスラム教では毎日、早朝、正午、午後、日没、夜、一日5回、お祈りをすることが義務。そして、だから一緒に戦ってほしいなって。全然いいよ、全然いいよ。助けるね。え、明日も来る？明日は一方、中本は稲部に向けていくのと同じ道なんですよね、今。なんてとこさ、ちんちゃん亭さんっていうラーメン屋っぽいんですけど、農家民宿ちんちゃん亭っていうんですよ。あ、そうなんですか。宿屋宿です、はい。まあ、あと発見した時の写真、うん、多分オーナー夫婦、うん、めっちゃいい顔してるんですよ。すんごい笑顔なの。中本がコーライフで見つけたドラヤバい店の候補、すっごい山奥にある農家民宿ちんちゃん亭とはどんなところなのか。すごいとこ来ちゃった。うわ、罠が仕掛けてある。イノシシ用の多分罠ですね。右側にススキの向こう側に。本当だ。なんか見たことない昔話に出てくる、やあれで。白川郷とかで。あ、この上じゃない。これだ。これは普通の家。ちょっと行ってきますか。聞くだけ聞きますか。めっちゃ遊んでる。すいません、けいちゃん、けいちゃん、あ、すいません、ちんちゃん亭って場所探してきたんですけれども。ここです。ここですか。ここですか。お待たせしました。とりあえず取材は OK だそうです。民宿のちんちゃんですとは言ってくれました。はい、建物は奥にあるんですけど、ちょっと子供があまりにも水遊びしててまだ近づけてなくて。あんな感じ、バキバキ遊んでるんすよ。あの2階の舞台がやべえ、めちゃめちゃ楽しそう。ね、こんにちは、お願いします。はい、今何作ってんの？栗ナイフ。栗ナイフ？最初の形が分からんぐらい平べったくなってる。ここっていうのは民宿って書いてあったんですけど、あ、こっちが民宿。こっちが家です。はい、あ、ご自宅。はい、すごい。こういうのは定期的にやられてるんですか？農政科の授業でセカンドスクールってやつが、アウディファスセンターがやってるやつがあるんですけど、あのびしょ濡れになってるのはスタッフ。あ、スタッフさんなんですね。めっちゃ攻撃されてる。
楽しい楽しい楽しい、はい、何が一番楽しい、やっぱスタッフをいじるいじりがいがあるいじりがいがあるめっちゃいいじゃん。昭和の古き良き香りが色濃く残る農家民宿ちんちゃん亭、春の山菜採りやタケノコ掘りなど農村生活が気軽に学べるセカンドスクールが人気のイベント。うわーすごい、お邪魔します。みんなが自由に、はいはいはい、思い思いな好きなことを選んで、まあ、俺らの楽しむ部屋ですね。ご飯とかもここで、はい、ご飯もここです、めっちゃ楽しそうな予定表ある。いいな、健康的だね。9時に寝てる。寝てないよ、実際は。実際寝てないの？消灯時間なだけ2階は向こうからシュッと上がってくるんですか？おしゃれ。いいですか？お邪魔します。広。広いじゃん。さっき上からあの、あ、ここ？うわ。こんな感じ。あ、こんにちは。すごい。何の遊びが一番楽しかった？山菜とかを家で取ったりとか。山菜取り、ふきのとう取ったの？ふきのとう好き？いや、ご飯とカレーも美味しい。カレーも分かる。今日の家にいいポスト楽しみ。めっちゃ美味しい。ホットドッグで食べた。確かに。とりあえず今、サウナとサウナと一応民宿、はい。正直民宿の方はこれはこれでもう完成されてるし、ドラやばいけど応援するっていう風じゃないなと思ったんで、サウナがすごく気になってます。サウナ、はい。中本の1軒目は130度超え、愛知で一番暑いと自称するちょっと S っぽいオーナーのサウナベース私服に決定。結構ダイレクトに来ますね。スレ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 、やけどスレスレ。オムレオムレ。ちょっといや、楽しいですね。お客さんが楽しんでくれると楽しいですね。いました。おはようございます。すいません、おはようございます。サードシーズンの1店舗目、はい、ちょっと1週間お手伝いさせていただきたいんですけど、はい、いいですか？ぜひお願いします。いいですか？はい、大丈夫。よろしくお願いします。早速中本薪割りのお手伝いからスタートと、その時暑いっすか？暑くしてもらったら、ちょっとダイブできるかな。疲れてきたりすると手元かかりそう。中本さん、さっきのあの女性2人組がもっと暑くしてほしいっていうオーダーがありました。さようでございますか？もう絶対に対処しないです。早急にサウナの暑さを追求する船屋さんにとっては一大事。自身のプライドをかけ室温をさらにパワーアップ。バッツをかくように。そうです、そうです、バッツをかくように。じゃあ守りたいから。かわつかわつメガネ、こっちかわつメガネ投げられる。さらに売上強化週間に向けての作戦が始動。いいじゃないですか。うまっ。
3000くらい。全然行きます。頑張ります。